エンディエのゴング浄土、平和を願う心は今も受け継がれ、私たち人類の永遠のテーマと考えています。悲願の天下統一を果たし、264年の長きにわたる太平の世へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えた徳川四天王、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政とその家臣たち、激動の平成の世にこの6人の戦国武将が家康公のふるさと岡崎によみがえりました。現代のエコ社会にふさわしい神聖活用を身にまとい、来て見て一緒に踊る来場者参加型のパフォーマンスがプレート家康公青い武将隊の特徴です。皆様との触れ合いを大切にし、家康公や岡崎の魅力を広く発信しながら、家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えていきますとのことです。とのことですね。で、現代のエコ社会にふさわしい完成甲冑で本当に最新ですね。それでは皆様、お待たせいたしました、グレート家康公青い武将隊の皆さん、よろしくお願いいたします。愛知県は岡崎よりやってまいった。どうぞよろしくお願い。
最初はこの男から始めましょう。あ、どうしたな。では改めて第3回名古屋城大社祭開催まことにおめでとうございます。いや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 、あの和食が悪いやつとして本田忠勝はこの名古屋城を拠点にやった朝鮮出兵に出陣してんだよな。ありがとうございます。なんだけどこの酒井忠勝君はちょっと前に死んでるのよ、朝鮮出兵の前ね。でも名古屋城来たことあるんだ。そうですね。しかも出来上がった時に殿下にお呼ばれして、あ、そう、もう目に見えてなかったんですよ。思い出したら目が、そう、目に見えてなかったんです。あの殿下に呼ばれて、わしの自慢の城見てくれ、目に見えてないよ、目に見えてないのに見てくれよって言って、その時に言ったことがない。もう飾り付けは何ですかと古書に尋ねたんですよ。こちら古書が、あ、あれは頬の飾り付けですよと。頬で、どうしたらね、なるほど、頬の鳥の飾り付けとはめでたいと。天下はすでに頬もお鳥になられたんですねと、わしは申し上げたわけです。おー、なるほど、これね、見事な点なのね。はい、中国風の橋をかけておったので、それを聞いた方たちが目に見えてないのに、あ、中国ももうすでに殿下は手に入れたんですねって言ったから、これに感銘受けた殿下はもうすごい情報ってなんですよ。はい、そういうことになりましたね。今日でお世話になりました。はい、ということで、そんなこの名古屋城にゆかりのあるあちらが大社祭にこたびお誘いいただいたということで、まあ、こたびがこうやって集ってくれて、我ら先人に切らせてもらったので、はい、我らでもう一曲ぐらい披露して、ちょっとみんなにこの場を楽しんでもらおうじゃない。そうですな、うん、いや、茶会が楽しいもんでございますから、うん、茶会なのにまだ茶振ってない、はい、うん、茶はあの、なんかあの、お下が出てくるやつで飲みましょう。自販機で飲むそんなくて、ちゃんとしたのが、スカッとしたのが、この入り口とかある、帰り見ててよ。はい、では次の曲始まりもさ、あります、手拍子を共にして共に盛り上がってくれ。では参る、今度の AOI 岡崎ページです。いざ出陣。
を上げようじゃないか。みんな拳を掲げよう。そう、みんなでござる。ええかな。こっからだとよう見えるぞ、負けてるのが。おほら、後ろの方まで結構ね、綺麗に見えるんだから。君もありがとう。ああ、やっぱりありがとう。どうしても、わしが勝ち時がそれというのは、えい、えい、おーと見たが、さっきみんな、天を拳に、あ、拳を天に突き上げて、逆に天を拳に、逆に、風流気持ちで、突き上げて、まあいいよ。いや、突き上げてください。皆の衆、こたびの世界、いや、大世界、全員力で楽しんでまいろう。いくぞ、勝ち時じゃ、これということで、次のステージ。